どうもこんばんは。本日は臨時で音声のみを回しております。 SNS 上で日本国内の某所でテスラ V4 スーパーチャージャーが設置されそうという投稿を見かけました。まずはテスラについて、2003年7月にエンジニアのマーティン・エバーハードとマーク・ターペニングによってテスラモーターズとして設立され、2008年より CEO を務めるイーロン・マスクは創業期に資金の大半を提供しました。名前の由来はもちろん発明家であり電気技師であったニコラ・テスラに由来します。テスラは2008年3月に最初の自動車モデルであるテスラロードスターの生産を開始、その後2012年6月にモデル S セダン、2015年にモデル X SUV、 2017年7月に量産型のモデル3セダン、2020年3月にモデル Y クロスオーバーを生産開始。このうちテスラモデル Y は2024年1月の時点で2023年に地球上で最も売れた車に君臨し、それまで20年間の不動の首位だったトヨタカローラを1位の座から引きずり下ろしました。テスラの特徴の一つに自社製の EV 急速充電器あるテスラ SC を独自に開発し、設置し、運営し、充電器を規格化して NAX と名付けたところにあります。これによって2023年5月フォードがテスラの充電規格を採用したのを皮切りに、アメリカで EV を販売しているほぼ全ての車両メーカー及び充電器メーカーが NAX を採用すると発表。それまでアメリカの最大勢力だった CCS1 の滅びが確定しました。そんなテスラ SC ですが、いくつかのバージョンに分かれています。アーバン、およそ 70kW、 V2 およそ 120kW から 150kW、 V3 250kW、 V4 1MW。 日本で主に設置されている NAX 充電器はこのうち V3 までの3種類であり、充電口の数では2024年7月19日現在合計598箇所に上っています。2023年3月に行われたテスラインベスターデイにおいて欧州で V4 が設置開始されていることを明かし、 SC の今後の出力向上の展望を語り、 1000V、1000A の 1MW に引き上げる可能性を明らかにしました。ただし実はテスラは V4 の最高出力について明かしていません。また現時点では中身は V3 なので 1000V、1000A の 1MW という出力はされません。そんないずれは 1MW になるかもしれないという期待を背負ったテスラ V4 スーパーチャージャーがついに日本国内でも目撃されました。このためテスラ界隈が盛り上がっています。今後日本で設置されるテスラ SC は V4 スーパーチャージャーが主流になっていくと思われます。ところでその直前では日本のサードパーティーの急速充電器の製造を手掛ける何でも屋であるテンフィールズファクトリーにおいて、フラッシュと呼ばれる筐体のマーク5として 1000V、 日本の規制に合わせて 450V 規制、 600A の 600kW、 同じく 270kW 規制を設置開始。日本一有名な EV 系 YouTuber の方がテスト充電し、 V3 と同じ出力の 255kW を叩き出して大変盛り上がっていました。公共の充電器でこの出力が実際に出てきました。フラッシュのすごいところは1年の間にあらゆる機種を展開し、あっという間に NAX で 255kW が出る Mark 5を出したところにあります。日本で 1MW を出す SC が設置開始されたら、数年も経たないうちにフラッシュも 1MW に対応してくるかという期待すらしてしまいます。高速道路上にテスラ SC が設置されない間は、高速道路の急速充電器はもうこの充電器だけで良いとすら思ってしまいました。そうならないようにライバルであるパワー X や DMM や指電も負けじと攻勢を強めていきましょう。